幽庵。はてなはてなはてな。時刻不明。ズッキーにやってもらおうかな。頭が痛い。なんだ、何が起こってる。誰が殺した。許さない、誰が殺した。飛躍。え、あ、よしみ、よしみって言ってる。あ、よしみはじめ。ん、振り払う。かな、かな。お、はあ、頭を打ったのか、ひどくズキズキと痛む。視界も定まらない。ぼんやりと見えるのは天井か。背中に冷たい床の感触。どうやら自分は今仰向けに倒れているらしい。お、よっこい小一、よっこい小一。ん？縛られてんのか？体が動かない。どうなっている？私はどうして床に転がって。私？まあ一人称私も全然あるけど、うん、いや待て、そもそも私は誰だ？あら、一度死んだかい、君、ひょっとして。何も思い出せん。私は誰ださんか。誰ださんだ。思い出せ、何か、何か、何でもいい。これ大きい絵かと思ったんだけどな、一瞬の。ねえ、気迫って。ねえ、殺したやつ、うわぁ。え、うわぁ、出てきた。ああ、ごめんなさい。よしみ、よしみ。ああ、頭が割れそうだ。今のは何だ。え、今脳裏に浮かんだ男の顔、見覚えがある気がする。思い出せ、よく知ってるはずだ。思い出せ。今の男の名前を入力。映ったやつやな。うん、はじめ、これでしょ。うん、ほい、よしみはじめ、よしみはじめ。そうだ、その名前には聞き覚えがある。記憶を覆う暗いもやが少し晴れるような感覚がした。また頭が。誰なんだい。私ですよ、うん、案内人。よしみ。え、これあれかな、ひとみちゃんだったりするかな。奥田ひとみちゃん。え、奥田ひとみがあんな渋い声してんの。よっこい小一、よっこい小一って。嫌すぎるやろ。嫌すぎるね。え、今のは私の記憶。よしみはじめとずいぶん親しげに話していたな。それかあれか、長沢まゆ。ああ、可能性あり。ありえる。うん、だが最初に浮かんだイメージでは確かに死んでいた。まさか私が彼を。何者なんだ私は。体を起こせます。よっこい小一。お、よっこい小一。体が動く。頭も少しはっきりしてきた。鏡ないっすか。私はどうやら薄暗い倉庫のような部屋にいるようだ。何があったのか手がかりがあるかもしれない。とりあえず部屋を調べてみよう。
このチャプターでは中断する。あはいはいはい。あはは。鏡あるよ。洗面台の鏡がある。見ていいのか。そうだ。これで姿を確認すれば、自分のことを思い出せるかも。ああ、ダメだ。期待して鏡を覗いたが、長時間放置されていたためか、ベトベトに汚れていてほとんど映らない。そう。どうにかしてこの汚れを落とせないだろうか。なるほど。落として姿を確認しろってことね。水でなさそう。簡易的な洗面台がある。シンクやよだれが汚れがひどく、とても気持ちよく使える状態ではない。シンクのよだれ。蛇口から水がポタポタと、よだれがポタポタと漏れているが、そこで固着していて、自分の力では開きも閉じもできなかった。うん。そう。なるほど。これ開けられないもん、多分な。うん。開かない。外から鍵がかけられているようだ。つまり、私はここに閉じ込められている。状況はわからないけど、あまり悠長には構えていられないだろう。予想は長澤まゆさんなんだけどな。な気がするけどな。うん。配電盤。配電盤だ。開いて確認してみると、一応ここに電気は通っているようだ。この場所は誰かが今でも利用しているということか。どこの場所なんだろう。ああ、ダクト。ダクト。天井をダクトが通っている。ここは工場とか何かだろうか。あ、工場の中にいるのか。なるほどね。はい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 。で、あれか、うん、送り提灯の貸し主で自分の存在を教えようと、うん、工場の外に人玉を出したみたいな。うんうん、そうかもしれない。この中を通って脱出できればいいのだが、部屋の中には排気口は見当たらない。ああ、そうか。あ、なんか棚に漂白剤みたいなのあるけど。ね。ん？これは？これで綺麗になるんじゃない？ラベルが剥がれかけていて読めないが、おそらく洗剤だろう。中身は十分残っている。これ。これは使えるかもしれない。持っておこう。うん、洗剤を入手。で、スチール棚。倉庫にあるような業務用の大きな棚だ。うん。うん。他は？ああ、はあはあはあ。そこ開けれそうなキャビネットがあるけど。うん。鍵かかってんのか。ね。事務所に置いてあるようなキャビネットだ。まずは引き戸を開けてみようか。あ？中を覗いてみたが何もない。ああ、何もないのか。なんか右鍵みたいなのあるけどな。ね、鍵がかかってるのかと思ったけど、そういうわけでもない。デスクの上。事務所にあるようなデスクだ。机の上には使い捨てられた事務用品が散らばっている。唯一まだ使えそうなものはペンはあるが、今必要ないな。戻しておこう。ペン。ペン。あれ、出なくなったやつを除光液で出せるようになるよって話か。なんかしたな、この話って思ったんだけど。え？え？何のやつでした？エリオジュンと、テツオちゃんの。学校に、調査に行った時。そうそうそう。これは同じか。で、いつか使うから、あれか、今は、いいよって話。おー。下からやろ。オッケー。こういうのは。下の引き出しを開けてみたが、空っぽのようだ。空っぽか。ん？いや、引き出しの奥に何か貼ってあるな。ナメドリかな。ナメドリか。覗き込んでみると、シールのようなものがあった。でも暗くてよく見えないな。ダメか、まだ今は。真ん中。真ん中の引き出しを開けてみると、何かのメモが入っていた。アルキルベンゼン、塩化ベンザルコニウム、スルホン数、水酸化ナトリウム。化学薬品の名称が並んでいるようだが、ここは化学工場だろうか。うん。なんか名前聞いたことあんねんけど、スルホン数。マジで？なんとかリウムとか。
何も聞き覚えないわ。上の引き出しを開けてみたが、中には何もなかった。あ、終わりか。で、ここ明るくしないと、じゃあナメドリ回収できないってことだ。ってことやな。うん。で、ロッカー。収納用のロッカーがある。もう怖いよ。右、まあ、どっちも入ってるって。うん。中は空っぽだったが、正面の壁に古い紙切れが貼ってある。化学工場における引火液体換気漏洩時は設備保全および管の徹底を。不穏な文字ばかり見えるが、ここは一体どういう場所なのだろうか。まあ化学薬品ってね、ちょっと下手すると爆発するからな。まあ混じっちゃうとな。うん。左のロッカーにはバケツやモップが押し込まれていた。掃除用具の収納場所のようだ。そうだ、この掃除用具使えるかもしれない。そうね、洗剤浸して、うんうん、あれか。バケツに洗剤入れ、モップを十分に浸した。これで多少頑固な汚れも拭き取れるだろう。さあ、お顔を確認だ。洗剤付きモップで、あとは、じゃあこの洗剤付きモップで顔洗えばいいかな。肌荒れがひどくなっちゃう。部屋の片隅にゴミが散乱している。ゴミ。この様子からもこの部屋は長年放置されていて、頻繁に誰かが訪れるような場所ではないことがわかる。やばい、関西人だこの人。ここで何もせずじっとしていてはダメだ。なんとか手がかりを見つけて脱出したい。ゴミって言っちゃったもん。ゴミって言っちゃったからな。ゴン箱。さあ、行け。洗剤に浸したモップがある。これで鏡の汚れを落とせるはずだ。結構結構。うわーすごい、あっという間に綺麗になった。この洗剤いい仕事するな。覚えておいて、家にも買おう。のんき。あー、長澤さんでした。私は誰だ？これが私の姿か。そうだ、確かに私だ。見慣れた私の姿。けど、なんかしっくりこないね。何かが足らないんだ。なんだ？ああ、名前。自分の名前が出てこないからだ。どうにかして自分の名前を思い出さないと。うん。自分の名前ね。おお、持ち物、まあ、思い出すでいいんじゃない。 あ、モップ洗剤まだ今でも持ってた。私の姿は分かった。美人だなこの人。次は自分の名前を思い出さないと。私の記憶よ、この顔の女性に覚えはないか。出てこい、私の名前。はい、あなたの記憶です。地獄の番組。ケルベロス、長澤、ザワ、長澤、ザワって、どっちのザワでしょうね。こっちかな。三髄の方じゃなかった。え、そっちこれだよね。どっちも三髄やん。これか。こ、あ、ちょ長澤まゆ。いや、まゆまで覚えてな。これな気がするんだけどな。てか、見ればいいやん。それ見れんのか。あー、くそ惜しい。あ、はい、朝の方ね。朝の方だった。さあ、長澤まゆ、あなたは長澤まゆです。長澤まゆ、長澤まゆ、来たよピント。そうだ、私の名前は長澤まゆだ。なんで忘れてるんだ。謎の美女長澤まゆ。
自分で美女ってつけちゃっちゃわ。つけちゃっちゃわ。私の名前は長沢真由で。あいつは死んだ。そして、さっき思い浮かんだ男。吉見はじめの婚約者だ。そうね。なんでその姿はわかるんだろう。あれ？さっきのあれが、私が過去に見た光景なら。はじめは、もう。いや。あのはじめが、そう簡単にくたばるもんか。きっとなんかの間違いだ。あいつのことだから、今頃、血眼になって私を探しているだろうさ。うわ。こんなところ、とっとと抜け出して、顔を見せてやらなきゃね。なになに？まゆさん。まゆさん。まあ、長年ね、連れ添ってきたって話だったもんな。だからな、信用したいよな。なあ、椅子なんてあったんですか？パイプ椅子だ。部屋の中央に椅子だけがポツンと置かれている。不自然だ。おそらくこの椅子に座らされていて、気を失って床に倒れ込んだということだろう。うん。なるほど。なるほど。で、何が必要なんだろうか。電気は？電気、どっかで電気つけられる。ここでつけられるかな。うん、電気は通ってるようだ。あ、じゃあスイッチがあるんじゃない？どっかにある？電気のスイッチ、部屋の入り口になかったらどこにあんねん。確かに。ねえ。あ、こ、ん？照明。照明か。あ、よく見てみりゃ、ここの天井の照明はついてるようだね。それでも薄暗いのは蛍光灯にホコリが固着して汚れているからか。あ、じゃあモップで拭き取ればいいんか。うんうん。汚れといえば、ここはあのモップの出番だね。キュッキュッキュッ。出ておいで、モップちゃん。すごーい。あ、明るくなった。よし。これで少し明るくなったね。オッケーオッケー。部屋も調べやすくなっただろう。何か見つかるといいけど。あとはここの洗面台もお掃除できるんじゃない？水道は使えそうもない。あ、ダメなんだ。あ、雑誌が落ちてる。無理みたいな。うん。漫画雑誌だ。週刊少年スコーピオンと書いてある。スコーピオン、うん。確か、はじめがいい歳して読んでいた漫画雑誌だ。これのヤンキー漫画が面白いとか言ってたっけ。わぁ。いや、今思い出に浸ってる場合じゃない。他を探そう。そうだね。あ、なんか落ちてるペンダントみたいな。これは、違う、チュソ玉や。チュソ玉です。何か落ちてる。送り提灯だ。こんなものが落ちてたのか、気づかなかった。いや、これはじめさんを蘇らせようとしちゃうよな。でもこれが呪詛玉っていうことに気づくかどうかじゃない。まあ、そっか。でも触って持ち主になった瞬間わかるんじゃないの。全部理解するんじゃない。あ、そっかそっかそっか。ねえ、木彫りの提灯、なんだかやたら不気味なアクセだね。朽ちてはいるけど、こいつだけ何か変だ。他の放置されているゴミとは何か違う。呪詛玉送り提灯を入手いたしました。送り提灯。あ、え、なんだい、やろうってのかい。許してくれ。すまぬ。出させぬのせいだ。どこか悲しげな恨みの記憶が頭に張り込んでくる。悪意ある呪いの種を自らの呪いで滅せよ。呪詛玉送り提灯の呪いの力で、相手が貸し主であれば対象の呪いの死に方で呪い。ああ、だからか。そういうことなんだ。はあ、はあ、はあ、はいはいはい。どす黒い粘液のような重苦しい殺意が私の魂に侵食してくれよ。でもこれさ、
走り主じゃなきゃ殺せないってことでしょ。じゃない？そういうことか。特殊だね。特殊やな、うん、本所七不思議送り提灯。宝音寺近くの暗い夜道を歩いていると、少し先に人もないのに提灯の明かりがぼーっと浮かぶ。誘われるまま、あ、誘われるままその明かりに近寄るとふっと消え、真っ暗闇になったと思ったら、さらに少し先に同じ明かりが導くように浮かび上がるのだという。この現象は明かりを持たないものを行き先へ案内してくれているありがたいものであるとする説や、ついていったものを道に迷わせる怪異とする説、あるいは恨みを持って死んだ者が迷い人をあの世へ導くものであるとする説などがある。かしり主となったものを当人の持つ呪いの死に方によって死亡させる。で、恨みの記憶。月明かりの下、橋のたもとに何かがぼーっと浮かび上がる。虫の息で倒れ伏す男の姿、その表情は後悔の念に濡れていた。脳裏に浮かぶは杉西方の情景、若い夫婦とその娘、すべて失ってしまった。世話になった恩をあだで返してしまった。彼らの無念に蝕まれるが、今となっては取り返しもつかぬ。ついで浮かぶはあの陰陽師の女、思えばすべて奴の仕業だった。いや、それもこれも己の未熟さが招いた身から出た錆。慢心を見抜かれ、愚かにも禁忌を紐解き、多くの不幸を招いた。蘇りの秘術はやはり触れてはならぬものだったのだ。万感こもごも至る中、男の命の灯火は消えようとしていた。せめて最後を伝えたかったが、もはやそれも叶わぬ。地獄行きは覚悟の前。願わくば、来世に望みを託せぬだろうか。たとえこの身を失おうとも、罪の償いを。万感こもごも至るなんて初めて聞きました。すご。ね。まあまあまあ、なんか、そうね、悔しさって感じだね。うん。陰陽師の女か。うん。ああ。なんか、他の話にも出てきた気がするね、陰陽師の女って。なんかあったはず。うん。なんだったかな。思い出した。全部思い出したよ。私がここに連れてこられた理由。そうだ、さっき。誰に連れてこられたんだ？さっきなんや、しかも。ね。気持ち悪い。ここは。え？あ。ええ、会長。ようやく白状しました。君岡。君岡だ。誰かが話してる。電話か。はい。ええ。頑固だったので、自白剤を限界まで。そんなものがあるんですか？自白剤？私は自白剤を打たれたのか。後ろに誰かいる。見れないか。見ちゃえ。見ちゃえ。お。ダメだ。体がこれ以上動かない。そっか、椅子に固定されてんのかな。逆。それでも見る。うわぁ！おー、指輪か！怖いよー。おや、目が覚めましたか。ええ、だんだん頭もはっきりとしてきたのではないですか。あんたは弓岡。くそ、騙したね。騙したとは人聞きの悪い。弓岡、悲しい。あなたが非協力的なのがいけないのですよ。私に何をした？自白剤ってどういうことだ？大丈夫。命に別状はありません。ただ、記憶や思考には影響が残る可能性はありますかね。そうか。あんただね。初め襲ったやつは。私から何かを聞き出そうったって無駄だよ。
いえ、ご心配に及びません。もう十分です。何？会長への報告の途中ですので、もうしばらく休んでいてください。おい、やめろ、私に近寄るな。ああ。おやすみなさい。ちゃんと挨拶してくれる。弓岡のおやすみポイズいかがですか？300円からないよそんなの。まだ過労死で意識がある。うん。集中しろ。弓岡の顔に集中して、少しでも会話から情報を。顔。頭部を注視して話を聞き出そう。なるほど、真ん中に持ってけってことなんか。頑張れ。はい。脳隠し場所は知らないそうです。ジュスト玉かな。うん。吉見はじめも、はい、予定外でしたが、どうにか。やっぱりはじめのこと。やばい、意識が。意識が薄れてきたら、意識が薄れてきたら首を大きく左に振って持ち直そう。はい、頑張れ私。はは、頑張るな私。危なかった。話を聞いとかなきゃ。いや、根性あるね。はい。ええ、今話を聞かれています。荒石から。はい、そりゃ予定通りに。荒石、祝いの方はもう見込みが。はい、早急に切って。いや、やっぱり全部裏で操ってんな。絡んでんな、うん、はい。呪いはおそらく荒石が言うには、明日には。きつい。でも、もう少し頑張れ。もう一回注視すればいいかな。いけた。はい、ここに閉じ込めておけばきっと呪いを。はい、この女なら死んだ婚約者を蘇らせたいはず。まあそれはそうだろうな。それは私のこと。ああ、ダメだ、意識が。頑張れ。多分話進めると。ああ、しっかりしろ、情報少しでも。偉すぎる。頑張れ弓岡。はい、ここに監禁するので、この電話機は撤去しておきます。ああ、そちらはキャビネットの中なので大丈夫かと。キャビネットの中。はい、鍵は付け替えてありますので。ちょうど当社の創造年が番号の。うん、あ、飛白の工場か。やっぱ当社の創造年ですよ。ああ、もう意識が限界だ。当社の創造年です。めっちゃ言ってくれる。そうだ、思い出した。あの男、飛白石鹸の弓岡は1ヶ月ほど前にうちの美容室に現れて、店で新しいシャンプーのモニターをお願いしたいって声をかけてきた、うん、それから何週間か普通にモニターのやり取りをしていたが、雑談の中でやたると私の婚約者について聞き出そうとしてくるのが気になっていた。なんかな、気があるみたいになってるよな。うん、私も企業さんが相手なので、なるだけ愛想よく答えちまってたけど、はじめがどういう家で生まれ育ったのかとか、うわ、特殊な家柄で代々受け継いでいるものがあるんじゃないかとか、うんうん、そういうのはさすがに怪しかったんで詳しい話は明かさなかったけど、うん、まあ正しい。それがお守りに関係するのかな。ああ、そうかも。そしてあの晩、仕事を明けに待ち合わせてた場所に来なくて、今日行くって言ってた旧安田庭園に行ってみたら、
ああ、それで見ちゃったのか。あいつが殺されてる、あいつが殺されてるのを見つけて、ショックで、何も信じたくなくて、そのまま逃げ去っちまって。その後、私は話題の蘇りの秘術とやらに、最後の望みをかけて、必死に本庄七不思議やら、何やらをひたすら調べ回っていた。そしたら、弓岡がまた現れた。しかも、はじめの死について知っていることがあるなんて言ってきた。情報が欲しかった私は、話に乗ったふりをするつもりが、まんまと奴の口車に乗せられて。それで自白剤か？ああ。この部屋に監禁されちまったってわけだ。薬を打たれて朦朧としていた私はそのまま放置され、夢うつつの中、あいつのことを考えながら蘇りの秘術を求めていたら、昨晩0時にここで送り提灯の呪いを受けたんだ。なるほど。じゃあ知らないんだ、弓岡が呪詛玉をまゆちゃんが持ってること。まあでも当てはあるんじゃない、その、まあ、初めの死についてちらつかせれば蘇りの秘術を求めて、かつここに放置することで、その蘇りを求める者に応じて呪詛玉がさ、貸し主を選ぶからさ。そうね、確かに。それでだからそこまで企んでの放置なんじゃない、言ってたもんな、電話の中でな、そういえば。うん、薬の影響と呪いを受けたショックで気を失って記憶が飛んじまってたんだな。でもこれで思い出した。私を監禁して、そして初めのことを狙ったのは飛躍。やられてるわ。やるしかないな。やるわこりゃ。長澤まゆ、美容師、樹栄、送り提灯。長澤まゆちゃんだったか、樹栄持ってんの。墨田署の西安警察、吉見はじめの婚約者、都内の美容室に勤務。飛白石鹸の弓岡から吉見はじめの情報を引き出そうとしたが拉致されて、廃工場の地下に軟禁されていた。尋問を受けた後、そのまま放置され、送り提灯の呪いを受けることとなった。学生時代は地域ナンバーワンのレディースの、副ヘッドを張り、泣く子も黙る、眼光のお蝶と呼ばれ、一目置かれる存在だった。いいね。かっこいい。うん。吉見はじめとはその頃からの知り合い。チーム同士の対立により何度も突っかかって喧嘩をしているうちに、不思議と気が合うことにお互いが気づき、どちらからともなく、交際に発展した。食べ物や服の好み、テレビや映画の趣味まで正反対であったが、お互いの趣味には干渉しない距離感で居心地の良さを堪能中。高校を3回留年して中退した後は、知り合いのつてで美容院の見習いとして、働き始め、夜間学校にも通って2年前に念願の美容師免許を取得した。吉見の髪型はいつも彼女が整えている。おお。吉見本人は、俺の髪は眉が決めねえと、締まらねえと気に入っている様子だったが、いつかこっそりもっとおしゃれな髪型にしてやろうと目論んでいた。いや。いいじゃん。うわあ、いやー、長澤まゆ、いいじゃん。よしみはじめ。いやー、この関係性で、ここカットするけど、この関係性で開口連れていきたいもん。な。あー、あり。いいよね。はあ。めっちゃいいじゃん。めちゃくちゃいいやんけ。ね。そりゃあ、蘇らせたくなっちゃうよ。なっちゃうわな。でも、どうして初めはやられなきゃならなかった。それも、飛躍が関係しているの。だとしたら狙われる理由は？警察は危険が多いとしても、少年係のあんたが、そんな企業に狙われるようなことなんて。ああ、思えば、モニターの件も、私を通じて、
はじめの情報誌得るためだったのか。はあ、ねえ、はじめ。あんた、昔から何でも笑顔で背負っちゃうタイプだけどさ。今度は、一体どんな厄介を抱えてったのさ。こんな人を監禁して薬使うような怪しい企業に狙われるなんてさ。その秘密は、私にも教えられないもんだったのかい？いや。弓岡は自白剤で私から何か情報を聞き出せたようなことを言っていた。私の記憶にある情報で、あいつの秘密に関するものがあったってこと。だったら、それは何？私は、あいつから何かを聞いていた？いや、何にせよ、一つ言ってやりたいのは、何一つだって飛躍なんかの思い通りにさせるもんか。ああそうだ、はじめが隠してた秘密なら私が守り通さなきゃいけないんだ。あいつがやり残した山があるなら私がケリをつけてやんなきゃいけないんだ。だってさ、昔から無茶するあんたの尻拭いは私がやらされてたからね。いいんだよ、あんたがやることなら筋はちゃんと通ってるはずだって信じてるからさ。この落とし前だけはきっちりつけてもらわないとね。見といてくれよ。もういや強い、いい女すぎるよ。強い女性や。ほんじゃ、そのためにもさっさとこんな神器臭い場所から脱出しないとね。了解。了解よ。とりあえずナメドリチェック。おっと、これはナメドリだね。男気。ヨシミみたいな。うわ。不良っぽいペンギン？あ、これってもしかして。あ、なんか、漫画のヤンキーのペンギンがどうのって。そんなこと言ってた？あの時言ってた。あの、雑誌調べた時やん。あ、言ってた。うおー、セピア。うん、おーい、はじめ。お待たせ。おやおや、どうした？神妙な面しちゃってさ。いい男が台無しじゃないか。あ、そうか。それでも十分いい男だろ。違いないや。ああ好き。今日さ、あの子は一緒じゃないの？奥田ちゃん。ああ、まったく、どこをほっつき歩いてんだか。なんだ、せっかく奥田ちゃんに合いそうなヘアカタログ見つけてあったのに。ずいぶん気にかけてるんだな。ああ、あの子、昔の私に似ててどうしても放っておけなくてさ。そうか、当時の眼光のお蝶に比べたら奥田なんて可愛げの塊みたいなもんのか。うるさいね、もっと根っこの話だよ。あの子には理解してやれる大人が必要なの。うんうん。周りが敵ばかりに見えて、何にでも噛みつかないと自分を守れない子猫ちゃんだからね。いや、マジで私、長澤まゆさんめっちゃ好きかもしれん。なるほどね。そういうもんが。だから、私が会いたがってたって伝えといてよ。ああ、それはいいんだが。この間遭遇した子がちょっと厄介な感じでな。おや、あんたが塚に困るなんてよっぽどのじゃじゃ馬なのかい？いや、
そういう疑いのともちょっと違ったな。いるんだよな、ああいう運を背負っちまった子ってのがよ。なんだいそりゃ。みちおちゃんね。みちおちゃんか。うん、まあ詳しいことはあれなんだが、いや俺が探してたお守りをあいつが持っていたとすると。お守りの話かやっぱり。お守りか、うん、父親の形見とか言ったからやっぱり同じ血筋なのかもな。しかし強引に奪うわけにも。何をブツブツ言ってんだい。血筋がどうしたって。ああいや何でもない。それがさ、うん、家系陰陽師の家系あぐらいじゃなきゃ血筋がどうのって言わんくない。そうだよね。でかつそのさ、うん、狙われるようなお守り。安倍の生命もそうやん、うん、あれ安倍の生命陰陽師やしさ。確かに確かに。だからそれのだから秘術とかに関係するお守り、うん、なのかもしれへん なのかもな。道理で狙うわけだよなそれだったら、うん、それは狙われるわって話や、うん、もしかしてあんたの家系の問題に絡んでいる話かい。家系。ご先祖の残した古文書の片割れってのを持ってたのがその子だったんだね。古文書片割れか。はいはいはい。マユ、お前どうしてそのことを。まったくどんくさいね。何年付き合ってると思ってんだ。つーか前に酔った勢いで泣きながら自分で言ってたじゃないか。可愛いやつめ。受け継ぐべき古文書の隠し場所が二つのお守りに分けて残されていて、最近気な臭い気配が感じられるからそれを保護しておきたいだとか。そんな。なんとそうだったか。いやまあそれ以上のことは知らないし詮索しないけどさ。でもなんか守んなきゃなんないってなら迷うことはないだろ。ああそうだな。サンキューマユ、おかげですっきりしたぜ。おお、そうだ、それより聞いたか、ナメドリが本所に現れたんだってよ。ナメドリファンがここにも。え、急になんだい。え、何な、ナメドリ。だって BGM 良すぎない。めちゃくちゃいい、ね、いや、ノスタルジー、ね、気合の入った鳥のシールが神出鬼没に各地の町に現れるって都市伝説だよ。噂で聞いて気になってたんだけど、まさかこの本所で発見されるとはな。いやこれからたくさん出てくるかもしれないぜ、気をつけてと。なんだいなんだい、急にはしゃいじゃって。気合の入った鳥ってなんだい。そりゃお前、リーゼントを決めた岩飛びペンギンってことだよ。最高じゃねえか。あいや、それ見つけてんだよな。見つけたなんだいそれ。あーあああ切ないです。そうだ、あいつは受け継がれた何かを守ってたんだ。それが気迫が欲しがってた情報なのか。うん、いやーこんなメドリー通じて思い出すのもな、ね、リーゼントの岩飛びペンギン。岩飛びペンギン、いやまさかただの収集要素かと思ってたのに。いやエピソード絡めてくるとは、ね、おしゃれすぎる。なんか週刊誌もある。これは週刊誌か、割と最近のものみたいだね。特集は飛迫石鹸の名物会長のインタビューみたいだね。興味ないね。あれ違うキャラ出てきた。クラウドあクラウドさん。キャビネット、まあ、キャビネットの鍵の方じゃない、うん、
奥の引き出しも開けてみようか。まずは上から。ダメだ、ここも空っぽだ。これで下もか。じゃあその下はどうだい。ん、下の引き出し、ここだけ他と違うね。4桁の数字を合わせるタイプの南京錠で鍵がかけられていた。あー、そうだ、そういえば弓岡がこのキャビネットに何かをしまって鍵をしたようなことを言っていた気がする。ここに何かがあるはず。南京錠開けてみようか。何年かわかんないからな。まあ週刊誌か、思い出してみて。え、まあ、あの飛躍の情報を見たらわかるんじゃない。ああ、ん、あ、書かれてなかった、うん、そう、創業年やからさ。そっから見なあかんけど、うん、記憶力タイム。まあ、山森夏恵の年齢とかから、山森夏恵の年齢。いや、これ山森夏恵見て何年に飛躍を創業してって書いてたらちょっと嫌やけど。あ、書いてないよ年齢。現役って引退しって、はい。ということは62歳とかってことかな。まあ、そう考えてもいいんじゃない。えー、何、もう分かってるってこと。俺はね、うん、何一つ分かる。なんだよ。1800、なんだっけ、1800。え、今が何年なの、まず。分かんない。1900いくつだから、まあ、計算したら、1947年とか。なんで1年ずらしたの。惜しい。惜しい。1946年に創業。うん、なるほど。1946じゃ。ほら、千の位は1、9、4、7、6、6ですね。これでどうだ。よし、開いた、やった。なんか長澤さん、私たちの手助けかなり必要としてくるタイプだな。タイプやな、ね、あれ、でも、今どうしてこの数字が、飛躍の創業年数が突然浮かんだんだ。はわわ。私ですよ。聞くー。キュルベロス。西暦ならある程度数字の見当がつくとはいえ、こんなにすぐ当たるもんだろうか。いや、そう考えてみると、なんとなく普段とは違う感覚があるような気がする。いやー、鋭いお嬢さん。まるで誰かに見られているかのような。うわー。画面の前の君、さすが。これって変な薬を盛られた影響、それとも別の。いやー、お嬢さんさすがですよ。まあいい、とにかく中を確認しないと。鋭いのは眼光だけじゃねえってか。なんだいこの機械は。とりあえず出してみようか。よっこいしょ、1。あれ、癖なのかな、それ言っちゃうの。お、プリンターコピー機。おっと、なんかの電話みたいだけど、受話器もないし、ちょっと違うね。ファックスか。ファックスはあったよね、あの春江さんのお家にね。春江さんとかあったの、うん、ああ、これ最近テレビの CM で見かけるファクシミリってやつじゃないか。確か紙に書いたものをそのまま同じファクシミリのある相手に送れる装置だよね。うんうん。郵送しなくても、いや、文章が送れちゃうなんてすごい時代になったもんだ。いや、もう使うことなかなかないけどね。ないな、うん、あったけど。あった、実家にありましたよ。あ、うん、うちの実家にもあったけど、小学校の頃にしか使った記憶ないわ。
多分。うん。そうか。電話がなくてもこいつを使えば外に助けを呼べるじゃないか。あ、それでシグマハル邸があって。ああ、はいはいはい。はいはい、なるほどね。オッケー。だから電話番号知らなかよな。だ。使ったことはないけど、ここの電源と電話線をつなげばきっと。よし、電源が入った。これで宛先さえ分かれば助けを呼べる。あと探す必要があるのはペンだな。うん。紙やキャビネットにたくさん入ってたので十分。それに紙に文字を書くためのペンを探さないと。オッケー。あとはファクシミリを送れる電話番号があれば。電話番号。え、どうしよう。困ったね。番号なんて、そんな誰かが干渉しなきゃ思い出せないわ。はい、ペン。ペンがあるわな。うん。ペンゲット。でも、ちゃんと書けるかどうか、持ち物をチェックしといた方がいいかもな。え？だから除光液が必要なんじゃないの？そういうことか。ペン使ってみたらいいってことじゃない？一回ペン使ってみよう。事務用の油性ペンだけど、キャップを外してみるとペン先は完全に固まっていた。うん。そんな、これじゃ書けないよ。どうにか使えるようにできないものか。除光液で直せるらしいですよ。ジョザワ様。え？あ、聞こえちゃいました？インクが固まったペンは除光液に浸すと使えるようになる。なんでこんな急に干渉しだしてんだ。どうして急にそんな考えが出てきたの。でも今はとにかく試してみるしかない。これさ、うん、だからその会話をせんかったらさ、うん、ひらめかんってことやんな。ねえ、私たちが聞いてないからね、その話をね。うん。ここが飛白の倉庫なら除光液もあるかもしれない。探してみよう。およ。除光液。除光液。棚の中ない？まあ、棚じゃない。うん。おー、ないんだ。うん、ゴミ箱の中。段ボールだったんですか？全然気づきませんでした。この段ボールの中は何があったっけか。お、ボトルや洗剤の廃棄品がたくさん。これはもしかして。ナイス。急に棒読みになっちゃった。イントネーションわからんくなって。もうたくさん、廃棄品がたくさんってあった。除光液。ラベルが消えかけてるけど間違いない。オッケー。よし、これを使えばいいのか。なんか脱出ゲームしてるみたいで楽しい。うん。さあ使うぞ。やけど、あれか。うん。なんか気をつけたいのが、うん。ロッカーのさ右側。ああ、はいはいはい。これね。これ。うん、まあ除光液も多分引火しやすいから。そうだね、気をつけないと。そこを気をつけないとあかんのよ。でも気をつけるってどうやって気をつけるんや。まあ一回無理な話やけどね。一回セーブだけしとこう一応。こっち。うん。あ、じゃあまあ一旦除光液浸してみるか。うん、ペンを浸す。除光液につけた、うん、これでしばらくすればペンも使えるようになるだろう。いいのかこれで。で、まあ一旦紙になんか書いてみていいんじゃない。うん。けて、たす、けて、けて、けて、あ、送り先。ペンと紙はある、うん、あとは送り先の番号か。そうだね、どうするんだ。ファクシミリを置いてある場所どこかになかったっけ。あるよ。じゃあ中断しよっか。だから中断して、うん、あれか、春江さんのところに行けと。春江さんのところ行って、うん、ファクシミリをいた調べればいいのかね。オッケー、杉間邸だ。へえ、ファクシミリがあるのもなんか香りというかさ、何スパイスとかだと思ってたけど、ちゃんと意味があったんだ。ちゃんと伏線やな。ね。ファクシミリ。
図面を電話回線で送ることができる装置。ちょ、自分だってことを忘れてたわ、今。ファクシミリ。ここの番号は、63…米米米米米。マダム、突然どうかしたのかい？いいえ、なんとなくちゃんと確認しなくちゃと思って。ほう。ほう。六三ちょめ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 。サンキュー。でも分かってなくない？分かってないな。分かってないけど。もうちょっと調べなあかんのじゃない？え？そうなの？六三しか分かってない。分かってない。もう一回調べるわじゃあ。その続きも知らなきゃダメ？いやまあいいけど、続き知らんでも、うん、もうない。分かったことなんのかな。なるんじゃない。詳しく書いちゃうとそこにいたずらで送っちゃう人がいるかもしれないからっていうあれかと思っちゃった。私、いや桁数足りひんかな。ああ、だってあれ電話番号いるやん。うん、確かに。さあ一回やってみようか、じゃあ。うん。おはははは、いける。六三ちょめちょめで。ちょめちょめです。来たよ。また急入館だ。ファクシミリの送り先の番号が。ケルベロスのおかげですよ。これはどう考えても、私の記憶の中にあった情報じゃない。あー、鬼火が見に行ったって感じか。なるほどね。あ、それで。なるほど、そういうあれ。はい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 。やっぱり誰かが意思を送っているのか。いや、今それよりも先に助けを求めるメッセージを送らないと。うん、今だって後ろにいたもんね。ふよふよ。うん、さて、いいお尻。この場所を伝えないといけないわけだけども、それはこれを伝えれば大体わかるはずだ。まず飛躍の関連施設であること。おそらくは工場か倉庫。そして場所はここの付近なはず。まあ送り提灯、そして住所はここの付近なはず。うん、うん、送り提灯がねもらったってことは七不思議について調べてたはずだもんね、まゆちゃんもね。うん、うん、あん宝恩寺橋です。私の銃や送り提灯だった。であればここは宝恩寺橋の近くのはずだ。なんかなんだろう、かっこいい。ちょっとコナン君みたい。かっこいい。あれれ、おかしい。これで送ってみよう。あれ急に可愛くなった。宝恩寺橋、送り方はこれでいいのかな。よし、受け取り側が受信してくれたから、これでメッセージは届いたはず。おー、あとは待つしかない。誰か頼むよ。いや、いい繋がり方するね。で、一旦ここは中断かな。中断か。はいはい。ネクストリヒタズヒンバクシミリ。ここでおしまいかな。ピーポーピーポー。よし、じゃあ一旦終わりますか。終わりますか。じゃあ次回はファクシミリを確認するところから、するところから行きましょう。いや、おもろ、面白いね。ネクストリヒタズヒント、ファクシミリ。